仕事の格好していくの？仕事の格好のお仕事、今日はね、昨日はさ、仮面ライダーだったのよ。仮面ライダー好き。長いし、ね、ずっと見に保育園行きたくない？どうして？だって、うん、お友達さ、うん、お友達さ、うん、意地悪い子供だよ。何？意地悪されてんの？どうして？あれがせっかく描いた絵さ、お父さんと一緒にさ、遊んでる時さ、あの人がさ、嗅いだりぐちゃぐちゃにしてさ、捨てたい人がいたんだよ。そうだった。だから行きたくないの。わかった。じゃあ園長先生、そう言っとこうな。やっぱりね、いじめあったんだよ。保育園の先生たち、あなた方さ、きちんと子どもの声に耳傾けないからこういうことになるんですよ。わかりますか？僕も子どもも皆さんに訴えたはずです。何かいじめがあるのかもしれない。子どもの気持ちにもし寄り添ってもらえないんですかって何回もお話ししたと思います。でもこうやって自然に子どものことで、私はいじめられてるというふうにきちんと言ってくれましたね。なぜあなた方保育士さんは子どものこの心の叫びちゃんと聞いてくれないんですか？聞いてくれないから。あち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 はい、あち、はい、